僕の作品見て生き生きしてるねって人間っぽいねって言っていただくこともあって、あ、これだな、嬉しいなと思うんですが、実は生き生きしてて喜怒哀楽が現れてると思っていただく割には僕の作品全部無表情なんですよね。人間ってやっぱり喜怒哀楽の感情ありますけど、ご飯食ってる時に怒ってないですし、そんなに喜んでも悲しんでもないので、なんか人生の大半を喜怒哀楽以外のニュートラルな感情で生きてる気がするんですね。そのニュートラルな状態っていうのを僕すごく魅力的に思うんですね。鎧兜ってもう見た目が着てるじゃないですか、普通じゃないじゃないですか。僕はなんかもうちょっとやっぱり人間の殻に見えて、人間が何かの環境に適合しないといけない時にああいうものが必要になったのかと思うんですね。まず楽しんでもらいたいですけれども、はい、あとはやっぱり楽しさ以外のものを見つけてほしいですね。自分で何かを探そうとすることって美術の中ですごく大事だと思うんですよ。正解って一つじゃなくていろいろあると思うんですね。ご飯かパンかじゃないですが、いろんな正解があっていいと思うんですね。